宇津木麗華は、中国、北京出身の日本国籍のソフトボール選手、指導者。期間前の名前は、任彦玲ビッグカメラ上司ソフトボール高崎監督。身長170センチメートル。右投げ左打ち。北京市長新店第三中学校、群馬女子短期大学卒。日本にやってくる前は、ソフトボール、中国代表として活躍した。 その後25歳で来日し、ソフトボール、日本リーグ三冠王達成の翌年に帰化。3番目の末っ子として誕生した。幼少期は、文化大革命の混乱期だったが、気真面目な軍人の父から厳しい教育を受けた。スポーツ好きの一面を持っていた父の影響もあり、小学校から中学校にかけての頃は、陸上競技のやり投げに没頭していたが、十四歳の、 時にソフトボールを始めた。ソフトボールに転校して1年後、後に家族同然の間柄となる、うつきたいことであった。太子との交流は続き、25歳になった1988年、太子を頼って来日。同年、太子が総監督を務めていた、ビッグカメラ高崎の前身、日立高崎に入団し、1年で、 日本リーグ2部から1部に上がる原動力となった。1994年、ソフトボールの日本リーグで三冠を達成。32歳だった1995年には日本に帰化し、妙子から日本名の打つ規制をもらった。元軍人の父には、反日感情が少なからずあり、最初は、娘の決断に反対していたが、 太古の説得により父からの承諾を取り付けた。2000年、首相として出場した、シドニーオリンピックでは3試合連続本塁打の活躍でチームを銀メダルに導いた。2003年、ルネサスエレクトロニクス高崎の選手兼任監督に就任。2004年のアテネ五輪ソフトボール、日本代表でも、うつきジャパンの主砲として活躍。 当主には22歳の上野幸子、外野には20歳の山田里がいる中で、41歳の宇月は存在感を放ち、チームは銅メダルを獲得した。オリンピック後に現役を引退し、日立ルネサス高崎の監督に就任した。特に、アテネオリンピックでは、宇月太鼓のマネージメント的役割も兼務していた。 現役引退後は監督として、うつきたいことともに、後進の育成に努める。2011年、日本代表監督に就任。翌2012年の世界選手権で42年ぶりの優勝をもたらす。2014年、韓国、インチョンで行われた第17回アジア競技大会のソフトボール全日本代表監督を務める。 2015年よりビッグカメラ女子ソフトボール高崎に所属。2021年7月2020年東京オリンピックにおいて女子ソフトボール史に残る金メダル獲得に導いた。11月24日国民栄誉賞を受賞。上野幸子のことは九州女子高校時代より目をかけており、うつきは後に週刊誌のインタビューでアテネで 金メダルを逃した原因を考えると、やはりピッチャーでした。もっとしっかりしたピッチャーがいれば、私たちはより大きな自信を持って戦えたんじゃないかと感じたんです。そのためにも、上野を世界一のピッチャーに育てて、自分の母国、中国で開かれる、北京五輪を託すしかない。そう考えて、私は、上野をアメリカに連れて行きましたと答えている。その上野が、その後、 北京を最後に、ソフトボールが、五輪種目から外れた上怪我も重なり、燃え尽き症候群のような状態に陥った際には、上野をなだめ、励まし、勇気づけながら、ソフトボールへの思いを取り戻させようと試みた。2010年世界選手権を回避したいと上野が、申し入れてきた時も、それならいいよ。すべて私が背負うから、逆に行きたくても行かせないよ。あなたは、 世界一なんだから嫌なことを背負うために自分が横にいるからと受け入れ様々な批判の矢面にも立った自分の気持ちを尊重してもらいながらうまく引っ張ってもらえました霊化監督じゃなかったら自分もここまで頑張り続けられなかったと上野自身もうつきの存在感の大きさを改めて痛感したというタエは後年のインタビューで 2012年世界選手権決勝のアメリカ戦も最後にスクイズで勝ったんですけど、レイカは2ストライク3ボールという追い込まれた状況でバントをさせるという大爆地をやってのけた。根っからの勝負師なんです。バントやヒットエンドランなど常日頃から選手にいろんなことをやらせてますし、ホームランだけじゃ勝てないこともよくわかっている。現役時代の彼女も何でもできる。 怖いものなしの選手だった。自分自身の経験を存分に活かしているんだと思います。一方で、緻密さも持ち合わせている。それも、選手時代から変わりません。作戦ノートには、選手の一挙手一投足や相手の特徴などがこと、細かく書いてある。試合前には、毎回のように私にオーダーを送ってきますけど、大丈夫だよ、と、前向きに返してます。私に、 太鼓板を押されると、どこか安心するんでしょう。そんな一面もありますけど、あらゆる面で努力を惜しまない指導者だと感じますと、評価している。五輪ソフトボール保守の清原、韓国から国籍変更、最後までチームのために、全力で。ヤフーニュース、2021年7月20日閲覧。自身も、中国から国籍を変えた、うつきれいか。 日本代表監督は、オリンピックへの思いに感動した。彼女は人生をかけていると分かったと振り返る。ハット ABCDEFGHIJKLM、N 週刊女性2017年6月20日号、ソフト、宇津木監督、正直言うと怖かった。国民の皆さんの支持が一番の力になった。西日本スポーツ、2021年7月28日、閲覧。 ソフトゴ輪代表に、県民栄養賞、群馬。産経ニュース。2021年11月24日閲覧。コレイに関するカテゴリー。ありがとうございます。